アクアのさらなるパワーアップのため大特訓をしようと思っているのです。気合が入っているのは私だけではありませんわ。作曲をしているリコさんも、歌詞を作るチカさんも、それぞれ今までとは違うところからヒントを得たいと工夫をしているようです。ルビーとヨウさんも衣装のアイデアを得るため、とにかくいろんなものを見ようと最近は遺跡の展示にも行ったりして。ありがとうございます。ただ一つ困ったことが。その相談をしたくてあなたに来ていただいたのです。助かります。今申し上げたように全員がパワーアップをしたいと思っているのです。私とカナンさんはどんな曲が来ても大丈夫なよう基礎体力の底上げが必要だということで意見が一致していますわ。はい、ですが体力底上げのプランを提示したところ皆さん固まってしまいました。ええ、こちらです。皆さんあなたのような顔をしていました。それですわ。長期目標が達成できる前にもモチベーションを維持するシステムを用意する。素晴らしいアイデアです。早速カナンさんにも提案してみます。私としたことが。その失礼いたしました。でもあなたのおかげで私の悩みは解決できそうですわ。ここは私とあなただけの神殿。この静謐な空間にあなたと永遠にいられたならそれ以上望むものはありませんわ。あなたと共に永遠の時を過ごすという甘い夢、もう少しの間だけ見させてください。